はい、ですね、まず見に来てくれた皆さん、こんにちは。ありがとうございます。いつも通りですね、タイトルの通りに、こっちに自分がいて、こっちに、ね、元カノの俺がいて、みたいな感じでやろうと思ったんですけども、やっぱりですね、一度愛した女性を、ネタにすることはできなくてですね、男なら、はい、素直にもう祝ってあげようと思いましてですね、はい、好きだった女性のことを、はい、悪く言うことはできないです。はい、ということでね、彼女が本当に今、ね、結婚して、もうその新しい方と、はい、幸せになってくれたらもう僕はそれで十分なんで、はい、幸せなら OK です。